今回は隠しステージのカチカチ戦記と戦っていきたいなと思います。前回のガシャの動画で Z ランクのプニクローには出したんだけど、ダメージダウンの鬼キングはまだゲットできてないので、プニクローニだけを使って戦っていきたいなと思います。じゃあやっていこうか。何回か戦ってみたんだけど、Z ランクのプニクローニの技が一発でも決まれば勝てます。さあ、じゃあやっていきますかね。オッケー、いいんじゃない。さあこれアイテムあげて。でもマグロか、マグロ結構高いよね。でこれでやっつけることできたでしょ。できればこれでゲットしたい。どうだ。落ちないか。多分もう20回ぐらい戦うと思うから、マグロ買っていこっか。1000円近くかかるんだね。まあ今7個持ってるから13個ぐらい買ってこう。まあこんだけあればね、多分もう大丈夫だと思う。これで今12回目なんだけど、そろそろおしまいにしてほしいな。こいつマジで強えからさ、勝てないんだよね。だいたい5回戦って1回勝てるかなっていうぐらい。うわー、多分まあ20もしくは30回戦うことになるかな。これで予定の20回、一応20回ね、もうやっつければゲットできるかなと思ったんだけど、どうだこれ。うわ最悪だよ。何回戦えばゲットできるかな。とりあえず30回まで頑張ってみるか。ようやく来たー。29回目でようやく来たよ。だけどね、結構多分5回戦って1回勝てるかどうかっていうぐらいだから、俺多分140回ぐらい戦ってるもん。オッケーオッケー、いいねー。今ゲットしたカチカチ戦記のステータスとか見ていきましょうか。まず特殊能力が Y ポイントアップということで、この特殊能力を持ってない状態で戦うとね、今回のイベントだと Y ポイント2から5ぐらいしかゲットできないので、まあこれがね、いるかいないかで結構違ってくると思う。あ、カチカチ戦記ポカポカ族だね。なんだよ、見た目的にはほぼ豪傑なのに。必殺技がプニが消えて自分のプニが降ってくる。スキルは一体何なんだろう。サイズ5以上のデカプニを消すとそのプニが降ってくる確率 5%。 なるほど。じゃあ最後カチカチ戦記の必殺技見て、それでおしまいにしようかな。鬼キングはね、まだちょっとゲットできそうにないんだよね。オッケー、じゃあ技溜まったんで使ってみますか。プニが消えてでプニが降ってくるっていうやつだけど、まあプニはちょっと降ってくるのを見てこれなかったけど、まあこんなもんですかね。
さあ次回の動画はですね、この道具製作場をコンプリートして鬼キングをゲットしていきたいなと思うんですけど、現状は僕ですねレベル4があと11個完成すれば、まあこのスキルの秘伝書がゲットできるということで、多分鬼キングはレベル5なんじゃない、次のレベルなんじゃない。はい、ということで次回はですね鬼キングゲットしていきたいなと思います。今回はここでおしまいにしていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価よろしくお願いします。